we set up、for DuckTales, I want to give a quick shout out to the Yeti. いや、それは聞いてない。それは聞いてない。ちょっと切り替わり早すぎるんよ、ということで、ワンカップ、ワンパックダック夢冒険始まるみたいです。アジンさん、引き続きよろしくお願いいたします。はい。大丈夫ですか？マッカーは、マッカーは打った。かな、多分大丈夫だと思います。はい、喋り始めちゃいますね。はい、よろしくお願いします。はい、ダックテイルズ、向こうだとダックテイルズっていう名前ですね。こっちだとあのワンパクダック夢冒険というシリーズ、まあ、まあ、元々あのディズニーのアニメですね。ディズニーのアニメの方だとこの原作、あ、原作というか今画面に出てる方と同じダックテイルズという名前のアニメで放送していますね。で、あ、もう始まっちゃいますけど、ストーリーを解説する暇もないかな。主人公は、スクルージ・マックダックというですね、ドナルド・ダックのおじですね、おじさん。まあ、いろんな冒険をしに行ってる世界一金持ちの、アヒルですね。でね、この、カテゴリー、エニーパーセントのワンプレイヤー2コントローラーってあるんですけど、ごめんなさい、ちょっとね、違いが正直よく分かってなくて、まあ、今これ、配信で手元映ってるから、ちょっと状況で分かるかもしれませんので、そっちにも着目してみながら、解説していきたいと思います。で、まず最初のステージは、ザ・ムーンということで、月のステージなんですけれども、このね、BGM 私すごいね、好きでね、まあ、皆さんもちょっとできれば、聞いてみたい、いただきたいぐらいなんですけど、ちなみにこの月の BGM は全く関係ないんですけど、横浜ベイスターズの、野球のね、応援歌、なんかチャンステーマで使われてるらしいです。あ、今なんかコメントで歌ってる人いますけどね。はい、まあそう言ってる間に終わっちゃいましたが、で、1ステージクリアすると、100万ドルのお宝が手に入って、まあその他ね、道中で手に入ってる、手に入れてる小銭とかもあるんですけど、まあ小銭と言いつつなんか5万とかね、5万何ドルとか。はい、まあこれを繰り返していって、どんどんとお宝を集めていくっていう。感じのゲームですね。まあね、昨今のね、アクションゲームはね、某マリオやら何やらは。あ、で、多分ね、ここかな。ここをワンプレイツーコントローラーでやってるんだと思います。登るところの、なんか処理を、ツーコントローラー使うとなんかね、省略できるみたいな多分テクニックがあるんだと思います。これ、今のところと、あとね、多分ラスボスの最後のシーンに出てくるはずですね。あ、でも今、チラッと出てたキャラクターは、味方キャラですね。このマクダックの運転手をしている、ランチパッドさんですね。まあ、今、なぜか、すぐその後あそこに仁王立ちしてますけれども。こういうところですね。こういうなんか、登るところで、通行を使うと、なんかそこ、スクロールが変になって、こうバッて上に。飛ぶことができるみたいなのがあるらしいです。まあ、ちょっとやっぱ成功失敗が難しい、成功させるのが結構難しいので、まあ、今みたいにできないときはまあできないでそのまま行ったりしますね。はい。で次、今のはアマゾンのステージでしたね。でクリアして次はトランシルバニアというまあ不気味なこの古い城のステージなんですけれども。このステージは、ある程度進むと、男の子がいて、まあ、これもまあ、さっき女の子がいましたけどね、あれの、三兄弟の片割れというか、がいたりするんですけれども、まあ、結構道中ね、この、マクダックの、あ、なんか出てきた。家族というか、家族でもないか、直接の血縁関係じゃないかな、まあ、いわゆるそのお金持ちの一家周辺の人間関係というか。クリアしましたね。はい。まあ、武器は、武器は杖ですね。
ジャンプするときにこう杖を下に向けてこうぴょんぴょんと、まあ足場というか、あのトゲみたいなところもね、あれでノーダメージでいくことできますし、敵だったら攻撃すると。あ、で、そう、ここで、今、なんかメッセージあるんですけど、このヒューイという男の子がいて、なんか、ここは鍵がないと通れないよっていうから、まあさっきのトランシルバニアのステージに一回なぜか強制的に戻されて、で、今鍵手に入れてもう一回行くっていう、言ってたんですね。そうすると、まあ、あの、男の子がいなくなってて、ああいうふうにあの、鍵のところが通れるようになるっていう。はい、ということで今のステージが、アンダーグラウンドというステージ。英語表記だと、アフリカンマインドという。ここはなぜかあの、王冠と杖を持ったなんか敵、犬みてえな敵がボス、ね。本当だ、犬みてえな。犬なんだが、犬何なんだかわかんないです。まあ、倒しましたね。はい。これで、4つ目かな。はい、4つ目の音から手に入れます。で次のステージはヒマラヤですね。あ、そうですね。あの、三つ子はドナルド・ダックの、まあ、血縁は血縁ですかね。あの、ドナルド・ダックの姉の子供だから。まあ、ちょっといろいろあの、家族関係、そういう血縁関係だったり、そうじゃなかったり、結構いろいろあるんで。で、なぜかアイスホッケーしてる人がいます。ヒマラヤでアイスホッケーの訓練をしていると。ヒマラヤがゲスト崩壊してきたな。はい、ということで、ここのボスは行っておくんですね。なんかどっかで見たことあるような。はい、で、これで5つのステージをクリアしたので、まあ、全部お宝手に入れたぞっていう。感じですね。オールランドクリアとは出るんですけど、その瞬間なぜかこう手に入れたお宝がスポーンって飛んでっちゃって、ちょっとメッセージは飛ばされちゃうんですけど、一瞬出てきたメッセージはなんか宝返してほしければトランシルバニアの城に来いみたいなのが出てきて向かうことになります。で、まあ、先ほど言ったルートで、ここのあの、さっき言ったボスですね、と同じところに行くと、新たなイベントというか、また別のボスが出てきますね。ドラキュラが、みたいなやつが。ドラキュラみたいなやつ。うん。単にあの、ドナルドの感じの、マントだけ被った。中身は鳥だけど、ドラキュラみたいな。あ、で、こいつを倒したときに、この位置にいた方が、まあ、もっと高ければいいんですけど、で、なんかライバルキャラが出てきて、このなんか登るレースみたいなのが突如始まって、これで宝取って、タイマーストップですね。タイマーストップ、おー、ふっとけ。なので、ボスを倒すときに、あの位置を実はキープしておいた方がいいっていう。なるほど。ただ、さっき言ったように、ワンプレイヤー2コースのローラーだと、なんか2コーンを使って、登るときのスクロールをうまく、それより早くすることはできるので、まあ、あれが使えればもっと良かったみたいな感じなんでしょうけど、まあ、今のは多分普通のワンプレイヤー、ワンコントローラー、まあ、あえてそうは書かないんですけど、まあ、普通のエニーパーセントとまあ同じやり方でやってますね。今の新聞は、お宝全部手に入れて、お金持ちになりました、みたいな感じの。はい、ということで、はい、というわけで、ありましたが、ありがとう。万博ダック姫冒険でございました。ありがとうございました。あ、ちなみにこれね、日時は結構ずれるんですけれども、これの2が確かあるのかな、どっかで。2は今回ないか、あ、ごめんなさい、間違った。あ、ほら、ちょっと待って。2はね、前回の
ADDQ の時かな。ああ、なるほど、なるほど。その時でやってましたので、まあ、録画とかもし興味ある方は、あれの2がありますんで。はい、よろしくお願いします。というわけで、次のゲームの準備します。少々お待ちください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。